ミイラの復活は1940年に公開されたアメリカ合衆国のホラー映画。ミイラ再生の続編とされるが、前作のストーリーもキャラクターも引き継いでいない。カリスと名付けられたミイラはこの作品から登場し、以後、ミイラの墓場、執念のミイラ、ミイラの呪いとシリーズ化する。この映画ではトム・タイラーがカリスを演じているが、残りの3作品では、 ロン・チェーニー・ジュニアが演じた。博物館をクビになってエジプトにやってきたアメリカ人考古学者スティーブ・バニングと友人ベーブは市場で欠けた花瓶を見つける。その花瓶には未発見のアナンカ王女の墓を示す地図が書かれていて、もしそれが見つかれば大発見となる。知り合いのペトリー博士を通じてカイロ博物館長のアンドヘブ教授に花瓶を見せるが、 教授は偽物だと相手にしない。実は、アンドヘブは、アナンカ王女の墓を守るカルナック神殿の、大宮間の息子で墓を秘匿するのが使命だった。それでもバニングは諦めず、スポンサーを探し、工業中の記述主グレートソルバニの援助を取り付ける。アンドヘブの妨害もあったが、バニング、ベーブ、パトリー博士、ソルナビとその娘マルタは、ついにそれらしき墓を発見。 封印を解き、中に入るが、棺の中に眠っていたのは、男のミイラだった。そのミイラはカリス。3000年前、死んだアナンカ王女を生き返らせようとした罪で、舌を切られ、生きたままミイラにされた王子だった。アンドヘブは、タナチャでカリスを復活させる。カリスは、ペトリー博士、妊婦頭のアリを殺害。さらにソルバニを襲い、マルタを抱いて逃げる。 追いかけるバニングとベーブは、墓の奥にアナンカ王女の墓を発見。アンドヘブとカリスを倒し、財宝を手に入れる。ありがとうございます。